ハンディキャップだって将来の糧にできる。 NHK 今日の健康ハロードクタースイート連載1。糖尿病の子どもたちが外来に来ると必ず人間万事塞翁が馬ということわざを聞かせる。今糖尿病というハンディがあっても、これがきっかけで将来何か良いことが起こるかもしれない。未来のことは誰にもわからないのだから、希望を捨ててはいけないと教えるのである。実際僕にもそういうハンディキャップの時代があった。4歳の時、道路に飛び出して転び、そのままトラックに3メーターほど引きずられた。もし運転手がブレーキを踏み遅れ、タイヤがあと10センチ回転していれば、僕は今この世にはいなかっただろう。幸い擦り傷程度の外傷しか負わなかったが、精神的なショックからなんと僕は言葉を失ってしまった。両親は慌てて僕を喫音診療所に通わせ、ろうそくに火を灯して4メーター離れたところからそれを吹き消す練習をさせるなど、いろいろなリハビリをしてくれたのだが、結局その後遺症は消えなかった。もちろんこのハンディは人前では隠せなく、友達のからかいの的にされたものである。だから僕はできるだけ話をしなくても良いスポーツに打ち込み、歌や英語を勉強した。英語は発音しやすく楽しかったし、歌も上手くなり成績も良かった。また日本語で自分を表現できない分、いろいろな空想を広げる習慣もつき、本もよく読んだ。そして偶然にもこの僕の喫音という障害は、大学でフランス語を選択し、リエゾンを覚えることによって、まるで嘘のように治ってしまった。今の僕は、こうした昔の体験が逆に自分にとってプラスになっていることに驚いている。喫音者だったおかげで英語が話せるようになり、元巨人軍のガリクソン選手と友達になれ、本も書けた。スポーツや歌に打ち込んだおかげで趣味も増えたし、カラオケも得意である。あれほど日本語が話せなかった僕が、たくさんの講演の依頼を受け、多くの患者さんの前で堂々と話をしている。少年の時の空想癖が身につき、漫画の原作や脚本の依頼もある。そしてこれが一番の重要なことなのだが、僕自身が病人であったおかげで、患者さんたちの心の痛みがよくわかり、医師という職業の面で大変に役立っている。つまりあの時トラックの下敷きになり、一命を失いかけ、喫音というハンディキャップを負ったことは、今の僕の人生にとってほぼ全てプラスに作用している、と考える。